どうも、こんにちはです。パセです。夜も配信するよ、よろしくお願いします。今日はまつげパーマに行ってきた。だからね、あのね、見せたくて上がってる。やっほー、みんな、お仕事中の方とか退勤中の方とかいると思うのですが、こんばんは、こんにちは。サブ、ひゃー、こんばんは。明日がね、あの、明日なんですけど、またメールでも言おうと思ってんだけど、明日が朝しかできなっぽい一ポインよ、配信が。なんとびっくり、お仕事のあれで、なんかその場所で、仕事のところで配信できますかって聞いたけど、ちょっと難しそうって言われたけん、明日は多分朝配信のみで、めっちゃ早朝5時からだと思います。だから起きれるように頑張らんといけん。前髪また切ってないよ。この前配信で切ってから切ってない、切ってないよ。今日帽子かぶってたからぺちゃんこです。こんにちは。そう、明日はなんか一日あるんですよ。だからできない、朝しか。だからもし朝もそんなゆっくりできなくて、本当に15分で終わると思います。申し訳ない、そんななんかそんな、なんか毎日配信のためみたいなやつ、一番嫌いな、私が一番嫌いなあれをやってしまうんですけど、申し訳ない。早起き頑張ります。なのでよろしくお願いします。そうですね、4時に起きようと思ってる。でも配信できるのが5時からだから、5時にやって、そう、ほんとすぐ15分になった瞬間切るレベルのすぐだと思いますので、だから、あの、みんな寝てる人は寝といてください。寝といて大丈夫。多分そんな重大発表とかも特にせんし、普通におはようって言って半目で喋ってるから。うん、え、手寒い、超赤いもん。寒かった。昨日ソラハさん家泊まりに行ったよ、久々。朝もっていうか、朝寝たんですけど、昼に起きて、で、私は11時ぐらいに起きて、おはようメールと、なんかメール3つ送って、よし、もうちょっと寝るかと思って寝とったら、パーちゃん、起きて、パーちゃんってめっちゃ起こされて、パーちゃん、まつげパーマの時間だよ、パーちゃんって言って、起こされた。お鍋のお礼した。ドーナツ、ミスドの新作の昨日からね、キャラメルを一緒食べました。朝から昼か。春田子さん、神ここありがとう。新一さん、ハートギフト。スケモンさん、バラ。フラペチーノさん、もちありがとう。もち、そう、今日声ラジ国会中継らしくて、結構長いみたいよ、今日の国会中継。そう、5時、多分ほぼ国会中継、今日の恋ラジ。そう、長いらしい、言ってた。明日の恋ラジ、あの、短いよって言ってました。夜ご飯は何食べよう。昼ご飯しか食べてない、まだ。昼はそのソラハさんと半分したドーナツ食べて、半分ね、あの、なんか新作のパイみたいなドーナツがあって、めっちゃ美味しかったです。それ食べて、追い越すヨーグルト食べて、マツパ行って、帰ってきてアイス食べた。終わり。
ソラさんちあったかいよ、超あったかいけ、爆睡。そう、まつげめっちゃ上がってます。でも今日メイクそんなしっかりしないから近づけない、ちゃちゃちゃってした。こんばんは、ミキミキさん、髪5個ありがとう。ね、国会中継をこんな事前になんか長引きますって発表するの珍しい。いつもは5時まで、5時5分まで国会中継あって5時5分から配信、配信じゃない、生放送で、長引いたら待っとくって感じ、終わった瞬間始まるんよ。だからね、いつも声ラジの時はあのラジオブースでテレビがあるんですけど、そこでお終わりそう、いやこれは違う、席立ったけどあれ違うみたいなのをみんなでやってるの。ディレクターさんとかみんな、出演者でアナウンサーさんとか、あれ終わるかも、あそろそろ、あいや違う、あれあれみたいな、あれあれみたいなやつをやってますえそう、なんかさっき私も知ってほんと10分前ぐらいに知ったけど、なんか食と農業のなんかコンサートみたいなやつに出るらしい。 STU 出たい。ねいつやったっけ、3月の4日らしくて、だからさ、シングル発売期間中じゃないですか。選抜なのかな、わかんない。出演メンバーはね、私たちもまだ知らなくて、発表されたのよ今5時に、ちょうど今。でも私も今さっき知った、10分前ぐらいに。だからびっくりした。でもね、私農業系のやつね、いつも選ばれないんだよね、 STU。 前にあのなんか JA さんのやつ一回行ったけど、それ以降は違うメンバーになってたですよね。ちょっと人数のあれも分かんないしね、分からん。でも食も農業も私一番 STU で身近な気がするから出たいですね。新曲は農業関係ないですね、全然関係ないどんな歌よ、農業の歌私が初選抜だからってこと、関係ない。なんか稲を買ってみたいな歌ではないですよ。種を植えてとか、脱穀精米とか歌ではないですね、残念ながら。うん、漁業系でもないな。早朝早起き、養殖、してないな。そんな曲ではないです。安心してほしい、みんな。いや安心はしないか。こんにちは。暗くなってきた、外が、日が暮れてきた。今日は雪降ってなかったよ、でも寒かった、超寒かった。もう髪が静電気で広がる。林業、木を育て、収穫、薪を割る、焚き火、暖炉、夜は何時からしようかな。なんか今日まつげファーマーに行ったらさ、4時間ぐらいは目元を濡らさないでくださいって言われたから、4時に終わったんよ、まつげパーマが。ってことはさ、余裕持って5時間って思って、9時までは絶対お風呂に入れないから。でも明日めちゃめちゃ早起きじゃないですか、4時に起きようと思ってるんですよ。ってことは準備とかを全部、荷造りとか終わらせて配信をした方がいいよねと思ってます。どうしよう、何時からしようかな。そうだね、泣けないね今。
わ、しんど、泣けないからみんなよろしく。まつげパーマ9時ぐらいまで今日は泣けませんので、なんか悲しい発表とかしないでね、みんな卒業とかもしないでお願い。あとソラさんと喧嘩しないように気をつけなきゃ、泣いちゃうから。私冷たいって言って泣いちゃうから、しょっちゅう泣きます。こんにちは。え、違うの、明日がね、その朝の15分しか多分できないから、今日いっぱいしとこうかなと思って。みんながだって、みんながさ、みんながさ、あれじゃん、他のメンバーのとこ行くじゃん行くじゃないですか、だから人かなきゃこんにちは。みんな行っちゃうんだから、そうやってさ。あ、パセリ今日はないってことは、他の子の見ちゃお見ちゃお見ちゃおって言っちゃうからさ、寂しい。あ、部屋が暗い。もう前髪もね、何もしていかんかったんや今日、帽子かぶって、ちょっともうぺちゃんこぺちゃんこぺちゃんぺちゃん。通知気づけなかった。また夜会おう。夜もするよ。夜、明日が朝しかできん。なんか明日、そう、もう夜は無理なんよ、確実に。もうね、スケジュール来てたんだけど、いつもさ夜来るけどもう来てて、明日はもう絶対朝集合前にしとかんと無理だよってマネージャーさんに言われたからやります。でももしもう本当に起きれんかったら、起きれんかった場合はもう終わり、おしまい。いや起きれるよね、私なら大丈夫。これまでも数々の早起きを成功させてきた女だから大丈夫だよ。毎日配信チケット15枚くらいある全然使わないからさ、溜まってるの。あのコロナの時ぐらいしか使わんかったからさ、どんどん溜まってく。だからもし私がやっぱり毎日配信きつくてやめようと思いますとか言っても、15日間はやめれん。15日間休んだとしてもまだ毎日配信になるらしい。こっそりここ見てます。わお、こっそりなのかそれは。本当に大金や、今日も頑張ったか。今日は寒いね。ユニクロのスフレヤンニットがあったかいぜ。やばい、日が暮れて怖い。電気つけたい、でも立ち上がるのはめんどくさい。お腹すいたな、ご飯食べたい。今日の夜ご飯は何だろうか。めっちゃお腹すいた。電気つけてくるかな。電気つけます。電気電気、えっ、あれつかない、ついた、つきました。ほい、ついた。暗い方が漏れる。ちょっと薄暗くしますね。水道管凍った。そんな寒かったん？うそ。寒かったの？激辛。雰囲気違う。多分前髪ですな。前髪をね、いつもね、こうしたらね、パセになるよ。ここ。はい、パセ。はい、パセです。はい、パセ。はい、できた。はい、完成です。はい、パセリ。ここで変わる印象が。
はい、パセリです。完成。大事、ここの触覚。あとマスカラをしてないですね。なんかまつげパーマいったけんさ、目のメイクもあんまできんからさ、よかった今日なんか撮影とかなくて。いやー、パセになったよ。ピッピッピッ。髪伸びた、切りたい、美穂ぐらい切りたい私。でもね、髪短いのに似合わん気がする、丸顔だから。丸顔結構コンプレックスなんよ私。あのここに肉がすぐつくから、ほらやばいもん。顎欲しいんですよ。でソルハさんに言ったら、叩いたら伸びるよって言われて、叩いてるんだけど伸びない。なんか骨をこうしたら反動で伸びるよってソルハさんとミホが教えてくれました。でも伸びません。嘘だったかも、鵜呑みにしちゃって。でも昨日その私が顎長くなっても好きでいてくれるか聞いたら、なんか無理って言われた。顎の長いパセはパセじゃないから、あの丸い顔がいいよって言われたから、これからも丸く生きていこうと思います。丸、マジで丸いの。本当に伸びんの？そう、丸顔って幼く見える。お父さんが丸いかも。お母さんは結構シュッとしてる、輪郭してる。私お父さん顔なの。え、髪ショートカットにしたい、美穂みたいな。こんくらいの。昔は短かったんよ私、ショートカットだったのよ、バスケ部時代。どう、なんか分かりにくいけど、ココアさんぐらい切りたい。お姉さんになりたいんですよ私は。なんかね、もっとね、お姉ちゃん感出したいけど無理です。ショート、じゃいつかしますね、死ぬまでにはショートになる。パセね、いや私なんか顔が丸いのね、もう堂々と生きていくか。顔が丸い人として生きていこうと思います。え、美穂のショートがめちゃくちゃ好きなんよ、可愛くて。なんかね、さっきあのまつげパーマの帰りに急にみほりんママとみほとのグループラインが動き出して、なんだと思ったら、あのみほママからソフトクリーム屋さんの情報が送られてきてて、この前話してたソフトクリーム屋さんここだよみたいな画像来てて相変わらずでした。最近よく連絡取ってます。今度遊ぶんですけど、なんか美穂と美穂のママの2人の共有のスケジュールアプリになんか私と遊ぶ日が入ってたらしくて、美穂がびっくりしてた。美穂が知らないところで2人で決めたんですよ。ママと私の LINE で決めたことをママがもうスケジュールアプリに入れたらしくて、美穂がびっくりしてた。人んちのママと勝手に約束して。美穂とは、美穂のショートまだ一回も見てない、生で会ってないんですよ一回も。1月入ってから元旦の公演の時とその1週間後の公演、毎回公演の時に美穂が成人式イベントで追って3分ぐらいだけ会いました。だからその時長かったからまだ会ってない、ゼロ、まだです。そう、田中家の娘公認だから、ママ公認でもう娘なんです。
だから寂しいわ。そう、全然ないの。だってマイカーもないし、この前なんか美穂とリコちゃんとソラハさんお仕事一緒だったのに私は違ったし、 PR 舞台でいた。巻き髪、巻き髪ね、あのね、2年前のさ、あれ、あのドリミネーションの時に巻き髪で行ったんよ、ソラハさんと。そしたらなんか一生巻き髪でいてほしいって言われて、遊ぶ時ずっと巻き髪がいいって言われたから、それから会うたびに頑張って、なんか早くても週5早くても巻き髪で行っとったけど、もうさ最近一緒にいすぎてもう巻くのめんどくさくなっちゃった。もう巻かなくなっちゃった。それな、マイカー公演早くしたいよ。マイカー公演しよう、やろうや。なんでない、みんな忙しいかいね。四国公演あるよね、みほちゃん、みほちゃん禁断症状大変、それは抑えて抑えてくれ。おいしょ。マイカーは沖さんがリーダーで、推しメンの沖さんリーダーで、好き女のソルハさんとココアさんとパセとミホとリコチとユナユナとユミリンさん、ユミリンさんがあの出る公演は本当にレアやけん、みんな来てくださいね。まだ2回ぐらいだから。ほのたんさんの卒業公演と、あとハロウィンの時出たから、あのメンバーによってポジションが変わる形式です。出たいな、またこんにちは。大変そうね、お勉強とかもしてるだろうし、お仕事もお忙しい。そう、今私はほのたん散歩地ですね。巻き舌のできない、やばい、練習せんといけん巻き舌。トゥルル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 できんのよ。なんかやばい、巻き舌くる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 って思ったらもうダメ。普通にしとってもできんのに、なんかあやばい、くるやばい、次だと思ったら余計できん。でもちっちゃい頃から練習してる、ちょいちょい、でもできん。なんで、できたい、やりたい。何もできん、うん、前髪、前髪が気になる。いつもさ、なんかね、この前の東京公演の時にメイクさんに、なんかメイクさんもさ会場によって違うんよ。関東の方でやる時は関東の方面のメイクさんが来てくださったりするんですけど、したらこの前やった時に、いつもパセリちゃんって前髪パリパリよねって、もうテカってるもんねって言われて、もうパリリって呼ぼうかなって言われて、パリリって呼ばれてます。前髪がパリパリだから、パリリ。今日はね固めてないからふわふわなんですけど、もうおでこが狭いけんさ、固めとかんと公演中にもうこんななるんですよ。だからバッキバキにしてんの。したら言われた、え、そう、ノリ、ノリ前髪なの。パリリ、ポリ、パリリ、かわいい、パリリ、パチャ、パシャ、パリリ、
長岡太郎さん、熊ペンライトありがとう。前髪大事です、超大事。でもね、なんかさ、何回も見せたことあるけど、ここら辺につむじがあるんよ私。え、これここがね、私のつむじなんですよ。ここ、これここ、これがつむじでして、私の前髪の。だからあの沿線の時は絶対に帽子をかぶって、前髪をこれ潰して、新幹線で4時間潰して作らんといけんし、あの寝る時も家でもホテルとかでも絶対にこうやって、こっち側からこうやって止めんといけんの、ピンを。こっちから止めたら大変なことになるから、こっち分けだけど逆にからこう分けて、なんか生え方がここがおかしくて、つむじがこれあって、だからね、あの反対向きでピッて止めて寝なきゃいけないんですよ。大変、デコが狭いのも大変。そうだからピーをいっぱいしてるんだけど、ピーをいっぱいするとメンバーにつけすぎだよって言われる。つけすぎって、そう。でもね、つけないと大変なことになる。ここの前髪のとこから、中からこうやって出てくるよ。こうやってこんななるんよ、つむじのところが。わかる？ちょっとこう、こういう横から見たらこうやって中からピョッと出てきたりして、だからね、大変。アイドルになる前はそんなに気にしてなかったんですけど、アイドルになって、違う、アイドルになる前、直前ぐらいにね、その美容院で、なってからかな、なってからだ、 STU 入ってから美容院行って、ここのなんかつむじが気になるんですけどみたいな言ったら、剃ったらいいんじゃないですかって言われて、剃ったんですよ一回、その変な形のところを。そしたらメイクさんにめっちゃ怒られて、もうやめなさいって、伸ばしなさいって、マネージャーさんとメイクさんに言われて、はいってごめんなさいって。だから一時期はその伸びかけの時はこうやって、ここからチクチクした毛が出てたんですよ、角が生えてて。でもやっと伸びました。あとね、ここのもみあげとかもさ、美容院でね、なんかもみあげってなんか普通どうやってみんな薄くしてるんですかって言ったら、剃ったらいいんじゃないですかみたいな言われて、その時もそれを信じたら、またマネージャーさんに伸ばしなさいって言われてジョリジョリするでしょって言われて伸ばした。だから私研究生の時、一時期ここめっちゃジョリジョリしてるんですよ。その美容師さんの指示にしたかったよ。そしたらダメって言われて、スタッフさんたちに。で伸ばした。そう、何でも信じちゃうからさ。だってさ、美容院だよ、美容院で言われたら信じちゃうじゃん、そんな専門の人に言われたから、ほうと思って、なるほどねと思ってやったら、スタッフさんにダメだよって、ジョリジョリしてるでしょって、はいってなって。伊白さん、バラ10個ありがとう。そう、だから伸びた、ほらこんなにサラサラの毛が生えてる。でもこれも嫌なんですよ、嫌なんよね、流す前髪。一時期流す前髪だった、私も流したらこんな。むずい。デコ狭いとむずい。パリリ、パリリ推し。嘘だ。あ、28分、早い。嘘や、嘘。
終わる時間なの？もう。じゃあ準備するわ。バイバイ。みんな。また夜会おう。コカジアさん、神、ここ。ありがとう。嘘やー。もう終わりなんか？また後で。準備する。この後はね。まだ国会中継してんの？頑張れ国会の皆さん。あと恋ラジの皆さんも頑張って。恋ラジはね、ラジオブースにさ、お菓子があるからね、パラダイスないよ。ねえ聞いてほしい。待って、40分まで配信しようかな。35分までしますね。あのね、さっきそのまつげパーマ行ってきて、帰りにやばい、早く帰ってショールームしようと思ってちょっと走ったんよ、小走りで。道路じゃない、歩道を。そしたらね、急になんかパーンって言って、何と思ったら、自分のバッグで私のこのつい最近買ったばっかりの緑の、このなんかちょっといい素材っぽいけど安いけどいい素材に見える高見えバッグのね、このこれが弾けてて、中身が全部出たの、歩道で。パーンって財布とかビャー出て、ってなって、恥ずかしかった。恥ずい。だってね、こうやって止めるんよ。なのにこれも開いて、財布とかも全部ビャー出て散らかってて、恥ずかしすぎて急いで拾って帰ってきた。そう、なんか金具がさ割れたの、伝わりますか？悲しい。でもこのバッグの方は使えるから、このショルダー紐みたいなやつ、この紐だけをさ変えるのかな、これって。ほら、こんな、これが割れちゃったの、急に。うわー、やっぱあれか、安くで買ったけんってこと？そういうことなの？でもいい生地っぽくない？値段の割に。太いベルトにしようかな。確かに雪の日だったら荷物がね、埋もれちゃうよね。みんなは太ベルト派ですか？これ売ってる？ちょっと買いに行こうかな。金具か。細ベルト派？私も細ベルト派だったけど、この前ソラハさんにバッグプレゼントしたんですよ、お正月に。お年玉って言って、それが細ベルトと太ベルト2個ついとって、太ベルト可愛かったけさ。どこに売ってるんですか、こういうベルト？ない、こういうバッグのベルトだけの店。そう、緑だからね。そうない。こんにちはっていう話をしたかっただけ。ネットで売ってる？見るわ、ちょっと検索する。アオットさん、クマペンライトありがとう。クマバッグ専門店、分かった、行ってみるわ。悲しかった、弾け飛んだもん。パーンって言ったんよ、何と思った、自分でした。ショルダーストラップ、分かった、検索する。初めての経験すぎてさ、どうしたらいいか分からんくて、こうやって抱えて帰ってきた、こうやって泥棒みたいにこうやって帰ってきたから。 HY 巨さん、紙10個ありがとう。チルタリス、あの水色のやつ。ミュラー君、紙5個ありがとう。手芸店、分かった、行ってみます。悲しい、本当に。はあ、じゃあみんなまた夜会おう。イハクさん、ピンクタオルありがとう。
じゃあ準備しなきゃ。やばいやばい。かえっておしゃれ。確かにね。じゃあ緑のバッグやけん、なんか変な色のさ、全然違う色のベルトとかにしてみようかな。ダサいかな。ビニール紐？あれゴミを束ねるやつ？おしゃれそう。一周回って男女用もいきます。13位コウジさん、12位タニタニさん、11位下吉さん、10位ピングーさん、9位ロストインザサマーさん、8位ミゲタピポさん、7位トニーさん、6位ミキミキさん、5位エルさん、4位クワドリさん、3位コカジアさん、2位山崎さん、1位渡辺さん、ありがとうございます。ありがとう。じゃあこれから私は検索したいと思います。今日中にゲットする。もう悲しいけん。また夜、明日は朝5時から配信します。おやすみじゃなかったらまた後で。バイバイバイバーイ。